兵庫県生ヶ崎市昭和通り4のマンション敷地内で、住人の医療事務員の女性、28、が刺されて死亡した事件で、兵庫県警は16日、殺人の疑いで、同県西宮市に住む女性の現夫の男、33、を逮捕した、県警が16日言う、西宮市内で男に任意同行を求めていた、捜査関係者によると、男は、間違いありません。 殺すつもりで刺しました。と事件への関与を認めているという、逮捕容疑は15日午後8時20分ごろ、同マンションの敷地で、女性の背中などを刃物のようなもので複数回刺し、殺害した疑い、県警山ヶ崎南署捜査本部などによると、周辺の防犯カメラの映像などから、女性を刺した男は現場から凶器を持ったままスクータータイプのバイクに乗り、 西に逃走したとされる。県警は16日午前、西宮市内の男の自宅で結婚がついたバイクを発見。捜査関係者によると、バイクの所有者が逮捕された男だったという。